ここは慶願寺の無料駐輪場ですね。前お店あったんですけど、お店がなくなっちゃって駐車場になったみたいですね。この辺もなんか随分昔とは変わりましたね。この両方のこうお店がにぎわってたんですけどね、この辺。バイク自転車は無料ですね。豊和園、慶願寺本堂、二葉門ってさっきのあそこですね。ここは何でしたっけ。あ、そう、開運。もう8年前ぐらいにブログで書きましたけど、あれですね、この看板、もみじ。あ、水戸黄門の像ですよ。水戸黄門、助さん、拡さん、水戸黄門、安住角兵衛のお墓があるんですよね、拡さん。そこへちょっと見てみようかなと思うんですけど、柴又の帝釈天に似てるな。当たり前って言えば当たり前なんですけど、作りが。アジサイ祭り、アジサイ祭りなんですね、今日は。アジサイ祭り、江戸城無血開城から150年だっていう。桜田門外の辺、江戸城無血開城、アジサイ祭り、偶然ですけど、これはかな、絵はがきかな、これ絵はがきだ。無血開城、石ともらっていこうか。尊上、尊王攘夷ですね。水戸弘道館にあります。尊王攘夷、これはあの千箱で前、あのなんだセットがありましたけど、レイクサイド、たまたまアジサイ店っていうのをやってました。延命地蔵、縁結びのかつらの木、3回回ってお願いします。3回回ってお願いしちゃうの。3回回ってって書いてあるんですよ。毎年咲くよ。毎年咲くの。3回、縁結びのかつらの木。あ、思い出した、藍染めのろうそくですよ。藍染め、送るんですね。藍染めの人、
人の墓穴を掘ってしまったお客さんは自分が墓穴に入らなくちゃいけないというそのあれですよ。縁を結んでしまいました。これはちなみにいやらしい T シャツじゃないです。全然お母さんが拝んでる。僕がちょっと大きくなっちゃった。僕自身が大きくなっちゃった。水戸の名水だって。これこんなになるんだ。あ、こんにちは。水戸の名水だって。これだけ買おうかな。100円しか買えないんです。お水ですか。はい、ちょっと待ってね。え、はい、財布出します。はい、下げられてしまいました。喉乾いてるんですからお茶あげますよ。お茶お土産に、お土産ですよ。水戸黄門書いてある。こんにちは、どうぞ。あ、すいません。よろしかったらこれ、はい、先、すいません、はい、先にお茶いただいちゃいました。冷たいお茶。よいしょ。今日はアジサイ祭りなんですか。はい、今日は偶然アジサイ祭りの日に当たりました。たくさんのお墓を見に来たんですけど、偶然お客さんが多いなと思ったらアジサイ祭りなんですね。すいませんアジサイ祭りのパンフレットです。パンフレットっていうか手が塞がっちゃった。これですね、水戸吸ってるかな。これそう、アジサイ祭り7月1日までなんですね。これね、いい時期に来ましたね。川島しのぶちゃん T シャツ着てるのかな。今日宣伝部長だって。そう、これ飲んだらこれ一つ買ってきます。これ水戸納豆の水戸ちゃんのマークですね。はい、すいません。ごちそうになったお茶をいただいてから。帰りにまた寄ります。これはここでいいんですか。はい、いいですよ。はい、どうもありがとう。これね、すいません、一つもらってきます。ありがとうございます。あ、すいません。はい、どうも。はい、ありがとうございます。はい、買いました。マークが入ってる。今日はあの水戸消防署の消防カード忘れちゃったから、これでいいかな。これでもいいです。宝暦延命地蔵。延命地蔵じゃなくて、僕ちゃんはあの国
ここ10年寿命が縮まっちゃいまして、どういうことだろう、考えてみたらブログにここ昔書いたんですよね、7、8年くらい前に。なんか寿命が縮まっちゃいました。そう、お土産、麦茶美味しかったな、冷たくて。うっくるしょ。じゃあ急いでさーっと回っちゃいましょう。